ブランドン・ポール・ホームスは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ブリストル軍、ホールリバー出身の元プロ野球選手、ウトをミギウチ。現在は、MLB ロサンゼルスドジャースで育成ディレクターを務めている。マサチューセッツ州で生まれ、周囲の多くの人々と同じように、ボストン・レッドソックスのファンとして育った。当時憧れていた選手は、ペドロ・マルティネスで、いつか自分も、 フェンウェイパークのマウンドに立つことを夢見ていた。大学は、ルイジアナ州ニューオーリンズにある中霊園大学に、進学。2007年の MLB ドラフト17巡目で、サンディエゴパドレスから指名され、プロ入り。2009年からの2年間は、AAQ サンアントニオミッションズで、合計116試合に救援登板し、投球回数を大きく上回る、数の三振を奪っている。 2010年12月17日に、ジェイソン・バートレットとのトレードで、シーザー・ラモス、コール・ヒゲロア、アダム・ラッセルと共にタンパベイ・レイズへ移籍した。2011年5月3日のトロント・ブルージェイズ戦で、メジャーデビュー。2014年は開幕ロースター入りし、リリーフとして20試合に登板したが、5月19日に、トリプル A 級ダーラムブルーズへ降格した。 8月13日にメジャーへ昇格したが、1試合の当番にとどまり、8月16日にトリプル A 級ダーラムへ降格した。9月1日に登録枠が拡大されたため、メジャーへ最初を格した。この年は29試合に当番して2勝2敗、防御率3.7124奪三振の成績を残した。12月19日にリーフとなり、 12月23日にマイナー契約となってトリプル A 級ダーラムへ降格した。2015年は開幕をトリプル A 級ダーラムで迎えたが4月18日にメジャー復帰した。メジャーに入ってからは常時当番機会を与えられ最終的には自己記録を大きく更新する63試合に投げた。5年連続2勝以上を挙げたが 防御率4.27フィップ4.76という成績で投球内容は今一つだった。オフの11月20日にデーフとなり25日に FA となった。2015年12月13日にシカゴカブスとマイナー契約を結び2016年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2016年は開幕から 参加の AAA 級アイオワカブスでプレーしていたが、6月9日に自由契約となった。その後は、どの球団とも契約しなかったため、2016年が現役生活最後のシーズンとなった。2016年11月より、ロサンゼルスドジャースの育成部門のスタッフとなった。2017年12月には育成ディレクターへ昇格した。ありがとうございます。